こんにちは、ダイツライフスタイルの大地です。今回撮っていく動画なんですけど、僕なりの仕事の探し方についてです。で、僕はまあ社員で一つ前の仕事をやってたんですけど、今回はアルバイトでするっていう形になるので、まあ自分で決めれるわけですよね。時間とか何どんな感じの仕事をするか自分で決める感じになるんですけど、どういう基準で決めてるのかとか、そういうのもちょっと軽くねお届けできたらなと思います。っていうことで、まあちょっともうすぐ行かないといけないので、また後でこういう感じの選び方ですっていうのは紹介します。っていうことで行ってきます。はい、昨日なんですけど2つ面接してきまして、1つは友達の紹介っていう感じで、あの韓国料理屋さんなんですけどで面接してきて、もう1つは、バーで面接してきたんですけど、バーはもう採用になって今日の夜から働きます。で、韓国料理屋はまあ採用なんですけど、再来週、まあ、14日やったかなぐらいから働き始めるっていう感じで、今2つ仕事が見つかったわけなんですけど、僕的にはですね、もともと本当は夜ホテルのフロントをやりたかったわけですよ。今正直そのホテルのナイトフロントも面接が終わって、採用待ちというか、まあ、待ってる段階なんですけど、まあ、バーが受かってしまったと。でも今日から働き始めるっていうことで、フロントの方は朝の時間帯で仕事があるっていうことを脅迫したんですよね。なんでかっていうと、もともとナイトフロントだけしか募集してなくて、で今日今ちょっと仕事見てたら、朝とか昼とかの、募集が今日から出てたんかな、今日か昨日から出てて、で僕が面接してなかった時にはまあ知らなかったんで、まあ、もちろん知らないって話なんですけど、っていうことで今日ちょっと電話して、まあ、朝から昼にかけるやつに変更してほしいですっていうホテルに電話したので、まあ、それで今審査中っていう感じですね。まあどっちにしろ落ちても、まあ、受かった方が僕的には嬉しいですけど、まあ、もしこれで受かった場合は全部しっかり当てはまるっていう感じで、両方全部被ることなくできるかなって感じなんで、これで落ち着いたらいいなっていう感じです。はい、ということで、まあ仕事が全部決まったらまた改めて、はい、報告しようと思います。じゃあまたその時に動画撮りますね。じゃあバイバイ。はい、ホテルのバイトの面接をしたってこの間言ったと思うんですけど、先ほど連絡がありまして、無事採用されました。ありがとうございます。っていうことで、全部の僕のこれから働いていくものが揃いましたね。朝から昼にかけてはホテル、夕方から夜にかけては、韓国料理屋、深夜から朝にかけてはバーになります。はい、でこれをまあうまく調節しながらやっていこうかなって感じで、まあ、全部だいたい週3ぐらいで働いていいよっていう感じにはなってるので、バーに関してはね今マンボウでやってなかったりして、まあでもすごい融通が利く感じなので、バーは正直多分あんま入らなくても大丈夫、逆にいっぱい入っても大丈夫みたいな感じで、韓国料理屋もそうですね、結構融通が利くというか人がいっぱいいるので、あんまり入らなくてもいいし入ってもいいしみたいな感じで、ホテルは逆にまあほぼ固定かな、固定っていうか固定ではないけど週3、4は絶対働いてくださいねっていう感じですね。はい、まあまあこれで動画を作る時間もあるし、韓国語を勉強する時間もあるし、スペイン語を勉強する時間もあるということで完璧ですね。はい、っていうことで僕の仕事を決める基準を、はい、言いたいと思います。まず僕の基準としては、やったことないこととかがまず第一にあります。でプラス自分のためになるもの、そしてその働いてる時間を有効活用できるものかな、あとはできたら対人、人と話せるような仕事、僕人と話すのが好きだったりするので、まあそういう仕事で探します。まあ探してました。あとは僕今回の場合はその自分の時間が欲しかったっていうのがありまして、なのでそんなに働きたくなかった。だから例えば集合8時間とかは嫌なんですよ。それだと、まあ言ったら社会人みたいなもんじゃないですか。そうすると、まあ、自分の時間が取れなかったりするので嫌だなっていうのがあって、で、まあ、できるだけ週3回っていうのでちょっと絞って探してました。でどうやったらうまくできるかなって考えてたんですけど、その週3で例えば5時間だけやったらどうしても1ヶ月の生活費で比べるとやっぱ赤字になるんですよね、週3、5時間だけだと。でも週5で
8時間働きたくないとってなった時に考えたのが、あ、じゃあナイトで、まあ、夜の深夜の時間と働けばいいやと思ったんですよ。僕大体いつも寝るの遅くて夜の3時4時とかに寝ることが多くて、何その場で何してるのかっていうと YouTube 見たりしてるんですけど、それやったら夜働いてやればいいやんと思ったんですよ。そしたら日中は空くのでっていうので今決まったのが、だいたいホテル週3回とで、これも時間がね8時から3時とか、バーが始まるのが、8時から最高朝の7時で、遅かったら夜の10時から、まあ、2時とか、まあ、そこも融通きくみたいで、でこれも週3、4、まあ、逆に多くても全然いいんやけど、で韓国料理屋に関しては今のマンボウっていうのもあって5時から8時なんで、まあ、正直それはあんまカウントしないというかっていう感じで、まあ本当に時間が作れてるっていう感じですね。はい、そんな感じでやったことないが、まあ別にバーは僕働いたことはあるんですけど、しっかりとね働いてはいなかったんですよ。もう学生の時でもあるし、そんなね学生が来るような感じのところやったりするので、ちゃんと働いてなかったっていうのと、ホテルに関しては安定はしてるかなっていうので一応選びました。で韓国料理屋に関しては友達の紹介っていうのももちろんあるし、韓国語を伸ばせる環境ではあるのかなっていうので、はい、選びました。っていうのでね、やっぱ学生とかはね特にただ適当にバイトはね選ばない方がいいと思うんですよ。言うてバイトで働く時間って長いじゃないですか。でその時間をちゃんと有効活用した方がいいと思うんですよね。僕は例えば英語を勉強したいと思ってるのであれば、外人バーで働いてみるとか、イングリッシュカフェとかで働いてみるとか、まあいろいろあると思うんですよね、探せば。っていうのとか、僕が学生の時にカナダ行く前にやったのは、カナダの人たちのイメージはバリコミュ力が高い、テンション高いっていうイメージだったんですよ。で、あ、じゃあどうしたらそれに追いつけるかなっていうか、行った時にすぐ馴染めるかなと思った時に、じゃあもうちょっとコミュ力を上げないといけないと思ったんですよ。じゃあどうしたらいいかなって考えた時に、ちょっと気さくにお客さんに話しかけれるような場所で働いて、たくさんお客さんに話しかけてコミュ力を上げていこうっていうことにしたんですよ。でたまたまその友達の誕生日で行ったその居酒屋が結構そんな感じのイメージだったんで、まあ、スタッフにアルバイトを募集してますかって聞いて、しますよって言われて採用もらって働いて、本当にそこは正直当たりでした。もうめちゃめちゃ楽しかったし、スタッフももうめっちゃ明るい人ばっかやったし、ちなみに渋谷やったんですけど、だからね本当に例えばクラブ行く前に来る人たちもいっぱいおったし、サークルで使ったりとかカップルで来たりとか、いろんな人たちが来たんですけど、まあその中でねどうやって話しかけてったらいいやろとか、そういうの考えながらやってたら、結局あそこにいたおかげでコミュ力もちょっとは上がったんじゃないかなと思ったりもしますし、だからそうやって、ただ働くじゃなくてちゃんと意味を持たせてあげることでより楽しくなるし、毎日毎日のその働くことの意味を自分で見つけれると思います。はい、なのでそうやって探していくと仕事探しも苦じゃないというか、決まった時に最高に嬉しくなりますし、頑張るぞってなったりもするし、モチベも上がるし、しかも働くことでお金ももらえるのに自分も成長できる、最高じゃないですか。っていう感じで学生の方たちは特にね時間を大切にしていただきたいなと思います。はい、ということで僕の、まあ、仕事探しの仕方はこんな感じですよっていう感じですね。はい、ということでね、もしこの動画が少しでも参考になったよって方はグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。